こんばんは、あなたの出番です。ナビゲーターの平野恵子です。この番組はリンゴ地域の方に登場していただき、ゲストコメンテーターの小林文明さんを交えてテーマに沿ってディスカッションをしていきます。ではご登場いただきましょう。ゲストコメンテーターの小林文明さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。なんかますますいい色に焼けられてますね。はい、こんがり、はい、外の活動が多いもんですから地上ですか、それとも海上ですか？あ、地上ですね。あ、そうなんですね、はいはい、でも海大好きなんでしょ？あ、そうです、本当大好きでですね、なるべくこの時期は海にいたいんで、大学時代は本当に海にいたんですけどね、なかなか最近はそうはいかないんで、はい、仕事を作って海沿いに行って癒されると、うん、海派なんですね。海派ですね。まあ冬は山派なんですけど両方なんです。両方です。とにかく自然の中にいたいんですが、ちなみにちょっとあの過ぎちゃったんですけど、はい、6月8日がですね、はい、世界海洋デーっていう日なんですね。お、意外と知られてないのかもしれない、海の日はね、皆さん一般的にねご存知ですけれども、はい、はい、世界海洋デーというのがあって、まあ、世界の海の環境をこう考えようっていうのがまあメインであってですね、はい、まあ、なのでぜひこれを機に皆さんにも知っていただいて考えていただきたいなと思うんですが、はい、あのぜひ日本として考えなきゃいけないこの海洋環境ではですね、2つのポイントがあって、1つはやっぱり水産ですね、はい、海の中にいる魚で、これをやっぱり長年あの政府もちゃんと行政が規制をしてこなかったので、まあ、ちょっと取りすぎてですね、技術は発達すると、でも規制はそのままと、こういうことなんで、取りすぎちゃって、だんだん魚が少なくなってですね、今日本のまあ漁業関係者の平均年収ってのは250万ぐらいじゃないかと、でノルウェーだと800万ぐらいって言われていて、でここをきちっとやっぱり規制をして、取る漁業から育てる漁業に少し転換をしていく必要があるんですね。でこれはあの今回あの5年ぐらい私もなってからかかったんですけども、ちゃんと今回規制改革会議できちっとあの方針出て、これからあの規制をかけてですね、本当に収入が漁業者も上がっていく、沿岸の地域が豊かになっていくっていうルールに、転換をすることが決められたんで、これ大きいんですが、もう一つこれ世界的に考えなきゃいけないもう一点はですね、あの海洋ゴミなんですね、はい、であの本当にビニールのものからですね、あのマイクロプラスチックって言って、あの洗剤とかああいう、こういろんなボディーソープに膨らまれるものから、こういろんなものあります、洗顔剤とかですね、でこういうものまで、とにかくその自然の中で分解されないゴミっていうものがもう本当に世界中で問題に今なってきてます、先日なんかはですね、クジラがやっぱり沖に打ち上げられていて、でなんでだろうと思ってあのちゃんと解剖してみたらですね、ビニール袋を8袋やっぱり食べちゃっていて亡くなっちゃってたと。で実際に多くの魚もですね、その餌と一緒にこう食べちゃって、だんだんお腹に溜まっていって、はい、餌が食べれなくなって死んじゃうと、こういうのがあったりしてですね、あのこの瀬戸内海っていうのは今あの客船もすごい入ってきてます、はい、この間の鞆の浦の花火大会なんかは、うん、あのパシフィックビーナスとかですね、はい、ガンツーとかこうもう花火目当てで来て、でこう瀬戸内海の自然を楽しんで帰るっていうことでは、すごくこの自然の姿っていうのは大事で、いかにこう守って共に住んでいくか、共生するかっていうのはすごく重要だと思うんですね、はい、なんですけれども、多分ちょっともうメディアにも出たと思いますけれども、やっぱり瀬戸内海でもかなり海洋ゴミが打ち上げられている、で浜がとかですね、魚に影響がっていうのが出てきてます。でこれは実は日本海側だと中国からとか、韓国からっていうのもあったりということで、本当に世界中の沿岸部のリゾート地もそれで閉鎖されちゃうようなことが起こってきてますので、ぜひあのみんなでですね、この海の自然をどうやって守っていくか、EU ではですね、はい、もうあのプラスチックのストローを禁止すると、こういう話まで出てきていたりとかして、はい、そういう意味ではまあ福山はね、あの FP 子さんだとか、あとはまあ身の木にもこうリサイクルの施設ありますけども、本当にリサイクルをこうしっかりやってる、こういう産業もあったりするので、もっとこう使い捨てじゃなくてリサイクルどう考えていくか、それによって自分たち の, この豊かさを作ってくれている瀬戸内海をどう豊かにさらに生かしていくかっていうのをですね、はい、考える機会にしていただけたらなと思っています。食べることができるストローとか、ああそうですね、カップとかですね、食べれるカップってあるんですよね。そうです、ありますよね、ありますよね、はい、だからそういう形でですね、ちょっとこう楽しく自分たちで循環できるようなものに変えていくっていうのは、またそれはそれでいいアイデアになって、はい、新しいビジネスにもなるかもしれません。これはあの海水温、はい、海水
の温度とかも関係がありますか？あ、そうですね、温暖化とかですね。そうなんですね、はい、あの今年は北海道であのイカの水揚げが本当に悪いっていうことで困ってらっしゃるんですけど、はい、やっぱりそういうのも海温とか関係あるのかなと思って。そうですね、あの例えばですね、富山沖で取れてたブリが最近北海道ですごく上がるんですよ。これ氷見の寒ブリって有名だったじゃないですか、はい、これ北海道で上がっちゃうとこれブランドが違っちゃうの で、ね、値段がみたいな話になったりするんですけども、なのでこう取れる位置が変わってきてるっていうのは実際あります。ただもう激減していってるっていう、漁獲が減ってるのはですね、もちろん海水温もあるんですけども、やっぱりちょっと取りすぎたっていうのが大きかったりしますので、ただここが育っていくことに変えればですね、また戻ってくるんじゃないかと思うので、そういう対策もきっちりやっていきたいなと。宇都宮にまたクジラがなってね。ああ、そうですね。これ昔はあの捕鯨の歴史が今も残ってますから、あのあとは鞆の浦のシャコとか、ね。あ、そうですね。はい。でさらにこう新しいチャレンジで牡蠣の養殖をやってみたりとかっていうので、うん、まだまだあの活かせる資源たくさんあるんだと思います。はい。世界海洋デーに伴ってのお話でした。さあ、あなたの出番ですが、パソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は興和物産、カネソ22の提供でお送りします。サロンデートーク、今夜の主役は有限会社、徳岡工務店、福山事務所所長でいらっしゃいます、徳岡明さんです。徳岡さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。ゲストコメンテーターの小林文明さんと一緒にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずは徳岡工務店をご紹介いただきたいんですけれども、本社はどちらにあるんですか？はい、本社はあの広島県北にあります三好市の方にございます。はい、で今あの、はい、明さんがいらっしゃるところは福山事務所ですから、はい、福山ですね。はい、どこにあるんですか？霞町の方にありましてですね、はい、あの駅前通りと2号線が交差するところの、はい、あの吉野家さんの目の前にあるビルの方に入っております。そうですか、はい、何代目でいらっしゃるんですか？はい、私で、家業に携わって4代目になります。ただあの会社を設立したことから考えると私で3代目というような形になっております。あ、もともとその創立する前も携わってたっていうのは、なんか職人さんとしてこう、はい、そうですね、あの私の曽祖父の方が、まあ、あの伝え聞くには大正10年頃から大正10年、そういったとあの社寺建築の方に携わってやってたっていうのはあの聞いております。はい、ということで社寺建築って言葉出ましたけども、こういうあの神社仏閣、あとは文化財の保存、はい、そうですね、こういうのを専門にされてる。はい、あのまあ今おっしゃってくださったようなお寺とか神社とかですね、いうのをまあ、あの中心に、あとまあ今よく言われる古民家とか言われるものもあの修理修繕等をやっております。あ、はい、こういうのを 古建築、古建築、古建築です、ね、古建築です、ね、はい、それは古い建築、そうですね、古建築、はい、とか、あのあと言われるのは伝統的建造物とかですね、はい、そういった言い方をよくします。なるほど、はい、これ実際にちょっと施工例を持ってきていただいたんですけども、はいはい、こういうお寺の本堂もあれば鐘つき堂もあればっていうことなんですけど、そうですね、はい、これ実際に作ろうと思ったら、はい、どういう工程で作ってるんですか？はい、そうですね、新築になりますと、まあ、まずあのお寺さんともお施主さんとの、打ち合わせを重ねまして、どういった形のものが欲しいっていうところに対して、我々の設計をしまして、でその設計の中でまあお施主さん の、 あの号がかかればそれにめがけて、今度はあの、まあ、ざっくり言いますと、そこから材料をまず自分たちの方で仕入れて、はい、あの私たちがあの原木の方から仕入れてですね、自分のところで製材をしてっていう形をしますので。自社で製材をするんですか？はい、あのそういう木取りっていうものになるんですけども、そういったのを自社の方でしまして、で実際にあの我々が書いた図面がですね、実際施工できるかどうかっていうのを原寸図っていうのを起こしまして、あ、設計図を原寸大の図面に起こす、はい、はい、へえ、ちゃんと収まりがいいかどうかとかですね、はい、そういったようなところでこの反りでどうだろうかとかっていったところのまあ確認をしまして、でそこから加工に入ってですね、で、まずそこから現場に持っていくところもあるかと思うんですけども、我々の方で一回自分の加工場の方で仮組みをしまして、はい、で、現場の方で極力
手戻り等がないようにですね、そこで一度確認してでバラして現場の方に持って行ってっていうような仕事になります。すごいですね。これ実際に現場に行って建て始めたらどれぐらいの期間できるんですか？建物の規模によりまあピンキリなんですけども、はい、加熱軌道とかであればまあ 2,3 ヶ月もかからないかなと、まあ、本堂になりますとまあそこからまた1年とかですね、まあ、大きいですからね、規模によればですね、どうしても我々の仕事ですごいあの工期が長いので、はい、まあ、計画からっていうともう数年かけてで計画して現場の方で1年ほどかけてとかっていうパターンが多いです、はい、でもこれ実際に建てるところの職人さんも、はいはい、自分の会社でこう雇ってらっしゃる。そうですね、今あの職人さんの方が我々の方で10名弱ほどあの在籍してくださってまして、はい、その中でチームを組んで現場ごとに今やらせていただいているという状況です。これ本当に最初の設計から最後の施工を職人さん抱えてって全部やれる会社って本当少ないんじゃないですか？手前味噌になると思うんですけども、あの数は多くないと思っております。全国見てもですね、はいはい、すごいですね。そんな中で徳岡伝統建築研究所ってのは、はい、そちらの方があの我々の方の設計事務所の方になりまして、まあ、あの今私の父と、まあ、私とあと、まあ、数名のスタッフとという形で、そういったようなあのお寺とか神社とかですね、まあ、古建築、まあ、古民家の方の、まあ、図面を描いたりとかしながらあの活動してます、はい、実際にこう伝統建築で手掛けられたところって何か事例があるんですか？そうですね、まあ、今 の, あの施工例等もあったんですけども、あの、まあ、有名どころで言いますと、まあ、あの宮島の方 の, あの大松院さんってお寺がありまして、はい、その裏にある御仙っていう山があります、はい、でその上の方に立ってます霊火堂、消えずの火をあの宣伝してるあの霊火堂とかですね、はい、言ったようなお寺、あのお堂とかを建てています。おお、はい、すごいですね。緊張しないですか、そういうのをこう触ろうと思うと？いや、緊張します。緊張しますし、はい、まああのまあ、適当なことはできませんので、やっぱり人に見ていただくで、またそれを後世に伝えていくっていう、まあ、大きな我々の使命がありますもんですから、はい、やっぱりそういったところでもあの、まあ、より本物をですね、本当の技術、本当の歴史を後世に伝えていくっていうところで言えば、あの適当なことができないなっていうところで、はい、まあ、新築と補修でいくとやっぱり補修の方が難しいんですか？難しいと思います。新築はですね、やっぱり一から全部自分たちの思いに、まあ、できるんですけども、補修改修となりますと、やっぱりこれまでやってこられた先人たちがやってこられた技術をですね、まず我々が理解して、はい、で自分たちで、まあ、今の技術と組み合わせてまたそれを後世につなげていくっていうことを考えると、あのちょっとした改修なんですけども、時間が倍用したりですね、あそういったのは、うん、あのあります。確かに、はい、これ理解せずにやると全然こうごちゃごちゃなものになって、ね、はい、しまう、よく、まあ、そういったことがあるようなことがあの見受けられます、はい、言われますもんね、そういう意味ではそういうのが全部分かる人がやるっていうのは大事なことなんですね、はい、これあのいろいろ打ち合わせで聞いてると、はい、もう仕事もそうですけど、そもそもこういう古建築見るの大好き、はい、そうですね、あのよくちっちゃい頃は、まあ、父の方に連れられてですね、まあ、現場に連れて行かれたりだとか、まあ、あのいろんな古建築を見に行くっていうことは多かったです、はい、そんな徳岡さんから見て、はい、このビンゴ県で、はい、ここ見たら面白いよというところをちょっと教えてください。はい、やっぱり福山にもあのいろんな、まあ、重要文化財等は多いんですけども、特にあの草戸にありますあの明王院さんですね、はい、あそこの、まあ、建物はあの特に皆さんに知っていただきたい建物の一つでして、はい、っていうのもあの中世の本堂とあの中世の五重塔がですね、同じ敷地内に建ってるっていうのは日本の中でもここだけのことですし、はい、でまあ、あの密教本堂と言われるものなんですけども、ええ、その雪中用の密教本堂の中でも日本でもトップクラスの建物になっていると思ってます。その見どころはどういうことですか？まずあのまず我々が入れる場所でいうとあの、まあ、下陣と呼ばれるあの本堂を入ってあのお参りする場所にあるんですけども、そこの天井がですね、はい、特徴的でして、あのまだるき天井とか船底天井と呼ばれるものがあるんですけども、
これが日本の中で広く広まるっていうのは江戸時代以降だというふうに言われています。その天井が300年も前にもうこの福山の地で使われてやられてたっていうところはですね、本当先進的なことでして、そういった意味でももうキングオブ本堂といいますか、キングオブ本堂トップオブトップだとトップオブトップだというふうに言っても過言じゃないかなと。いやー面白いですね。そういうやっぱり見どころがあるっていうのを教えてもらうと、またさらに、はい、なんとなく我々は、ね、ここ2つ並んでるところないんですよと言いますけど、 そうですね、はい、そこもこの天井を見た方がいいと。そうですね、まあ、国宝が並んでるという、その中世の建物が並んでるって言ってる方が、はい、もっと皆さんには興味を持っていただけるかなというふうに思います。他にありますか。他ですか。はい、備後地区、まあ、特に、まあ、福山で言いますと、当初のものがよく残ってるって言いますと、福山八幡宮さんですとか、はい、であと、まあ北吉津にある、妙正寺さんだとか、はい、まあ、江戸時代の頃の建物がたくさん残ってる物件の一つかなというふうに思ってます。確かに八幡宮さんの本殿もちろん立派ですけども、はい、両サイドのところがかなり、そうですね、歴史あるなっていう雰囲気しますね。はい、当初のものが材料もそのまま残ってたりとかですね、その脇の前にある門もしっかり残ってたりだとか、はい、その当初の、形を色濃く残してるっていう意味では見ていただく価値は十分ありかなというふうに思います。まあ、そういう意味では明院八幡宮有名ですけど、これ妙正寺さんも私一度入ったことあるんですけど、はい、すごいですよね。そうですね、やっぱり規模が規模ですし、はい、日蓮宗さん の、まあ、本堂で言いますと中四国の中でも一番大きいぐらいのクラスじゃないかっていう話は聞いたことがあります。トップオブトップ本堂が中四国のあると、ね、はい、本当に立派ですね。あれいつぐらいの時代のなんですか。1666年頃だというふうに記憶しております。あ、はい、そうすると江戸時代、ね、江戸時代ですね、はい、あのがもうきちっと残ってる、残ってます。当時の材料もしっかり残ってますし、状態もかなりいいですし、いや本当に、はい、中から見ても本当柱も立派で、はい、すごいなんか美しいなと思いましたね、はい、でもそんなお寺のなんか見方だけ最後教えてもらってもいいですか。はい、どこ見たらいいんだろう。古建築に、まあ、限ってのことにはなるんですが、時が経てばやはり雨風によく当たるっていうこともあってですね、古建築に風色と呼ばれる現象が、風色、はい、どういう字書くんですか。風が食うって書くんです。口辺で食べるの、はい、で風色と呼ばれる現象が起きます。でこれは、風が当たってですね、木の持つ物質をどんどん飛ばしていって硬い芽だけ残っていくっていうのは現象なんですけども、これがまあ、大体木の在種にもよるんですが、大体100年で3ミリ縮むというふうに呼ばれているので、まあ、その風色が現れてれば現れてるほど、まあ、古いっていうのを簡単にどなたでも見ていただけるポイントなので、こういったお寺とか神社とか、まあ、お城とかでももちろんそうなんですけども、見に行っていただいたらちょっと触らせていただいて、その当時の時代を感じていただくといいますか、時の流れを感じていただける一番分かりやすいポイントかなというふうに思います。なんか見方変わりますね、はい、触った瞬間江戸時代にタイムスリップそんな感じで、いやお寺好きになりますよ ね、神社好きになりますよね。いや本当にぜひ皆さん見に行っていただいてですね、実際そこを感じていただくっていうのは一番かなと思います。はい、ではこのあたりで徳岡さんのリクエスト曲をお送りします。割りまでやってみよう。ここからは今夜の主役、有限会社徳岡工務店福山事務所所長で一級建築士でいらっしゃいます徳岡明さんと、ゲストコメンテーターの小林文明さんに後進の育成についてディスカッションをしていただきます。よろしくお願いします。お願いします。というわけでもう職人さんを抱えて設計から最後施工までやってるということになると、はいはいはい、やっぱり職人さんをこう確保するっていうか育てるの大変なんじゃないかなって、ね、そうですね、我々の一番 の、 考えなくちゃいけないところかなと。今何人いらっしゃるんですか。ですね、今、職人さんの方で先ほど言いました10人弱って言ったんですけど、今8名、はい、8名、年齢はどれぐらいなんですか。一番若い子でですね、この春卒業した子から一番、はい、今私どもの会社にいるので一番年上で、今年40人、若いですね。
なります。若いってよく言われます。そうですよね、はい、じゃあ40歳から卒業直後ってことは18歳。18です、はい。どうやってそういう若い人たち採用してるんですか？そうですね、今まではなかなかなかったんですけども、やっぱり我々もその後世、人材育成っていうところに収入を置かないといけないっていうことになりまして、で県内 の、 工業高校さんの方にですね、訪問しまして、でする私全然知らなかったんですけども、その建築クラブとかですね、建築サークルみたいなのがよくありまして、ええ、クラブ活動の中で材料とかを加工したりするようなクラブがあられるんです、はい、でその中でやっぱり職人さんを希望される生徒さんがかなりおられるということで、その中でも特にその、私たちの世界がマニアックなもんですから、マニアックな子にちょっと声をかけてですね、どんなだろうかっていうので興味を持っていただいたっていうのがきっかけになります。はい、でもじゃあ実際に学校を回って行くと、はいはい、で入られた後の育成っていうのはどういうふうにするんですか？はい、そうですね、どうしてもいろんな食事だとか何とかいろんな問題がありますので、うちの会社の本社の三好市の方に私の自宅実家になるんですけども、その一部は寮が併設してまして、ええ、でそちらの方に住み込みという形でですね、住み込みなんですね、はい、今みんな一生懸命頑張ってくれてます、はい、じゃあもう仕事しながら修行しながら、そして生活も一緒に。そうですね、はい、いろんなことがあるみたいですけどね、なかなか初めて家から出たっていう子が多いので、その中で急に共同生活ってなるとですね、いろんなそういった意味でも社会勉強になってるのかなというふうに思います。現場に出れるようになるまでどれぐらい修行がこうかかるんですか？我々は人数が少ないこともあってですね、極力実践を積まそういうことで、入社直後からですね、実際現場に出てもらって、何ができるっていうわけではないんですけども、まず見て学べというのがありますので、現場に出て先輩がやってる仕事を目で見て、で戻って自分の自主練習で自分の技術をどんどん上げていくっていったような形になってます。そういう意味でいくと若い人にとってはこうチャンスが増えてるんですね。そうですね、そういった意味では非常に、自分のやりたいことに対してはどんどんチャンスをこちらも与えようということでですね、はい、あれをやってみてこれをやってみてっていった形でどんどんチャンスを与えるようにやってます。なるほど、はい、なんかこういろんな会社さん回るとやっぱりこうだんだん世代が変わってくると、はい、コミュニケーションの仕方も変えなきゃなってこう言って、はいはい、どの時代からも最近の若いもんはってこう言われるんですけど、はい、我々も言われますし、はい、あれなんですが、なんかこう気にしてるコミュニケーションの取り方とかありますか？そうですね、特に私なんかは本人の話を聞くようにすると言いますか、喋らせるようにしてます。こちらから頭ごなしに言ってしまってもどうしても萎縮してしまうので、まず本人に考えさせて、でその回答を聞いて直すようなことがあればそこで初めて訂正するっていう風な形にはしてます。なるほど、聞くと。そうです、まず第一歩としてはまず本人に喋らせ、考えて喋らすっていうことはしてます。実際に徳川さんは今福山事務所にいらっしゃるんで、はいはい、三好にも行かれることあるんですか？はい、行きます、はい、それはもうコミュニケーションを取るために行ってる？そうですね、普段の業務の、ついでと言ってはなんですが、行った時には加工場の方には顔を出すようにして、はい、でいる子たちには何かしらの話をしてどんな表情で仕事しようかなとかですね、ちょっとした変化でも逃さないようにはしたいなとは思ってやってるんですけども、向こうはちょっとあんまりええように思ってないかもしれないですけどそれはそんなことないんじゃないですか？でも悩みますよね。そうですね、リーダー側もですね、はい、メンバーに声をかけるときに何か邪魔になってないかなとか、ね、そうです、邪魔しちゃいけんなとか思いながら話をかけるんですけど、同じ悩みを私も抱えてますけど、はい、でも私と一つ違いで34ですよね、はい、今年、はい、今年4になります。だからスタッフの皆さんからすると、同世代だったり、近いお兄さんっていう感じ、ね、そうですね、勝手にそういうふうな形で今、私の父社長をしてますけども、社長なり、今のうちの棟梁としてやってる、人間との間に入れればなというふうには思ってます。ぜひなんか最後リスナーの皆さんにこういう建築ちょっとこう楽しんでほしいみたいな、はい、アドバイスやメッセージあれば。そうですね、やっぱり
写真だとかあのインターネットとかの画像とかで見ていただくのも、まあ、もちろんいいんですけども、やっぱりあのその現地の方に足を運んでいただいて、実際にあこういう風になってるんだな、ここはこうなってるんだなとか、他の物件との違いを見ていただいたりだとか、で先ほども言いましたようにその風色を触っていただいて直に感じていただくっていうことはあのぜひしていただきたいなというふうに思います。これ徳岡さんにツアーやってほしいですね。ぜひとも解説ツアー。そうなんですね。はい、あの実はちょこちょこやってましてですね。あ、そうなんですか。はい、あら、あの、大学の学生さんに向けて現地講座じゃないんですけど、えらいそうなんですけども、現地で説明して、させていただいたりだとか、あのいうふうにはやってます。あ、そうですか、はい、じゃあぜひオープンにやるときはまたホームページかなんか検索すると出てきたりするんですか。そうですね、あのそういうのをどんどんあのアップしていこうかなというふうに思ってます。じゃあ気になる方はホームページを、ぜひまた頑張ってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今夜の主役は有限会社徳岡工務店福山事務所所長徳岡明さん、そしてゲストコメンテーターは小林文明さんでした。ナビゲーター平野恵子でお送りしました。あなたの出番です。次の主役はあなたの番かも。それではまた来週。この番組は興和物産、金ソ22の提供でお送りしました。